こんにちは、翔太です。今回なんですけど、新しく来た立志ですね、こちらの性能解説をやっていこうと思います。まあこういったですね、まあ見た目がめちゃめちゃ可愛いという感じのキャラじゃないか、キャラはですね、結構優秀なキャラクターが、まあ、個人的には多いような気がしていて、まあ、このキャラクターはメガネが好きな方にはですね、刺さるイラストかなというふうには思うんですけど、まあ、可愛いかと言われるとなんかどっちかというとお姉さん路線のような感じがしてます。で、このキャラクターめちゃめちゃ正直強いです。もう正直時代の最先端ですね。これまで来たどのキャラクターよりも時代の最先端を言ってるようなキャラクターかと思うんで、まあ、正直ですね、非常におすすめです。まあ、ただこのキャラクター防止っていうところがあって、まあその点で個人的には見送ろうかなというふうには思っています。まずは奥義ですね、結構優秀です。MR3 体絡んできて、まあ、源の輸出生と転移ですねの5名で、筋力、敏捷、知力それぞれレベル ×25、 これはさすがに強力な奥義かなというふうに思います。まあ、ただ MR3 体絡んでくるんで結構きついですね。で、下が結構おすすめで、李氏と武田と翔歌と、巨峰ですかね、これら4名で、知力値レベル ×10 と状態性無視 3% つくと、こっちは結構おすすめですね。まあ、このために取るかって言われると取らないと思いますけど、状態性無視が奥義でつくっていうのはめちゃめちゃ強力なので、まあ私はこれで取ってもいいかなというふうには若干思っています。もうすぐですね、報知少女値上げになるか分かんないですけど、値上げになるか報酬が調整されて、まあ払う金額は高くなるけど、中身は今までと同じぐらいの効率ですようになるかちょっと分かんないところはありますけど、まあ値上げ前の最後のチャンスの MR キャラかなというふうに思うので、絆の水引き課金される方はですね、このタイミングで課金していただくのがおすすめです。それではですね、目次になるんですけど、まずですね、このキャラクターパッシブさんめちゃめちゃ強力なキャラクターとなっておりますので、まずパッシブさんの性能、その次にスキル1、スキル2、最後にパッシブまとめとやっていこうと思います。まずはパッシブさんですね。これがですね、めちゃめちゃもう何これって感じです。出陣地10ターンの間で自身が反手状態になり、受けるダメージが 50% 減少で、自身が反手状態の場合は、敵の燃焼と封印状態が解除されない新しいタイプのものがやってきましたね。これは普通のデバフでも罪悪状態でもですね、これまでのバフ解除とか罪悪解除ではですね、解除されないような状態になるというふうなことかなというふうに思いますので、めちゃめちゃ強力です。で、自身が致命傷を受けた時、反傷を一旦消費し、致命ダメージを無視して、自身の異常状態を全て解除して総ダメージの 30% の HP を回復で、異常状態の敵が1名多いごとに HP 回復が 10% 増加、最大 30% 増加可能なので、まあ、3名の敵がですね、異常状態になっていれば 60% HP 回復できるというふうなものになります。で、まあ、先に言っておくと、このスキルは4回まで発動可能なので、4回致死ダメージ無視して、5回目の攻撃で沈むっていうところまで攻撃を与えることができるので、復活の回数もですね、タワラトータが5回で、こちらの意志が4回で、ボルトレッドが3回と、まあ何やかんやバランス取られているような感じになりますね。弓将が一番打たれ弱いと思うので、復活回数一番多くて、まあその次に帽子が4回、武将が3回というふうになっているのかなというふうに思います。で、そして燃焼あるいは封印状態の敵が場内にいる場合、1ターンの間ですね、自身が抗議状態になり、回心攻撃される確率が 15% 増加。ここだけ見るとなんだこれはって思うんですけど、この先がめちゃめちゃすごいこと書いてありまして、回心ダメージを無視なので、自身に回心攻撃が出る確率をわざわざ上げてですね、回心攻撃は無視してしまう、そんな感じの超強力キャラクターが誕生してしまいました。最近のキャラクターってもう基本的にクリティカル出してなんぼみたいなキャラクターが非常にですね、ずっと続いていた中で、そのクリティカルを逆手にとって無視してしまうっていうのがですね、非常に強力かと思います。防止とはいえですね、クリティカルを無視してしまうっていうこの性能は、まあ燃焼あるいは封印にしている必要はあるんですけど、まあめちゃめちゃ強力かなというふうに思いますね。これ4回まで致死ダメージ無視の復活することできるんですけど、まあ仮にこの抗議状態で
クリティカル攻撃を無視し続ければですね、別に攻撃受けなくなりますんで、まあ、通常の攻撃、通常のというかクリティカル以外の攻撃しか受けなくなるっていうところでめちゃめちゃ強力かなというふうには思います。まあ、ただですね、一方で防止っていうところはありますんで、普通の攻撃には打たれ弱いっていうところはあります。この反射の受けるダメージが 50% 減少ぐらいしか耐久性能を確保できてないので、まあ、そこは非常に残念ですね。まあ強みとしては反射によって 50% ダメージをカットで、封印、燃焼と封印っていう、まあピンポイントなところにはなるんですけど、解除無効効果っていうのが新しくつきました。で、反射のターンを一旦消費すると4回致死ダメージを無視することができます。まあこれ、まあ反射のターン数減らされると4回致死ダメージ無視、増やす手段ないのでちょっと難しくはなってくると思うんですけど、まあそういったことがない限りは基本的に4回発動するのかなと思います。で、HP もですね、まあ、最低でも 30%、まあ、これ総ダメージの 30% なんでちょっと注意は必要なんですけど、まあ最大ですね、総ダメージの 60% まで HP 回復することができるというところで、まあ、最大 HP 参照ではないので、そこは残念なポイントではありますけど、HP もかなり回復できる。で、敵を燃焼か封印にしていればですね、まあ、このキャラクターでする必要っていうのはなくて、他のキャラクターでしてもらっても、まあ、燃焼か封印なので、まあ、選択肢はいろいろあるかなというふうに思うんですけど、敵1名でもですね、その状態にしていれば、攻撃状態に入ることで会心ダメージを、出させやすくして、会心ダメージを無効化っていう、かなりぶっ壊れたですね、今の、まあ、環境にマッチした、動きがすることができます。弱みとしてはですね、まあ、先ほど言ったようにこの反射のダメージ 50% カットしかないので、クリティカル以外への耐久性というのはほとんどないと思ってもらって結構かなと思います。まあ、なので普通にパーセントダメージが高いような敵に対してはですね、一瞬で沈んでしまう可能性っていうのは大いにありますので、そこに関してはですね、注意が必要です。まあ、あと攻撃状態に入れないとですね、もう普通に一瞬で沈んでしまうような状態になるので、まあこのキャラクターで付与してもいいですけど、まあ他のキャラクターで燃焼とか封印ですね、少なくともまあ1名には付与できるような状態っていうのは作っておいた方が無難かなというふうには思います。まあこのキャラクターだけで行く場合はですね、まあ前衛に置いてしまうとちょっと不安な部分はありますので、まあ、やっぱり、まあ、応援出しで、このキャラクターのスキル1がですね、まあ、この燃焼とか封印ばらまいていけるような感じになりますんで、まあ、そういった使い方を、してもらった方がこのキャラクターだけでいくならいいのかなと思います。続いてスキル1の性能になります。残り HP パーセンテージが最も高い敵を6回集中攻撃、毎回 700% の砲術ダメージを与え、さらに自身知力値の10倍のダメージが加算、まあ10倍のダメージ入るんで非常に強力かと思います。そして残り HP パーセンテージが最も低い敵4名を1回追加攻撃するなんで、まあ、6回攻撃した後に4名攻撃が入るというところで、合計ですね10回攻撃することができると。で、追加攻撃前ですね、自身の知力値が敵より高い場合、必ず会心攻撃が発生、自身の残り HP パーセンテージが 50% より高い場合はダメージが倍になると、まあ、ここに関してはですね、追加攻撃の4回、まあ、4名攻撃分ですね、に発動するような内容となっております。で、追加攻撃後ですね、 100% の確率で4ターンの間敵を燃焼罪悪状態にさせると、そして 20% の確率で2ターンの間敵を封印罪悪状態にさせ、毎ターン自身知力値の24倍の HP を知力値ダメージとして減少させる。で、20% ってちょっと低いんですけど、燃焼状態の敵が1名多いごとに確率が 20% 増加で、最大 80% 増加可能となっているんですけど、まあ、このキャラクター自体はですね、4名攻撃の部分にしかこの燃焼と封印付与っていうのはないので、まあ、この燃焼の、パーセンテージ最大 80% 増加にするのはこのキャラクターだけではですね、無理ですね。まあ無理ではないのか、まあ、最後のところでですね、燃焼の後に封印罪悪の判定があると思いますので、最後の攻撃は、燃焼にさえしていれば封印罪悪通るかなというふうに思います。で、攻撃時会心率が 40% 増えるんで、まあこの追加攻撃の部分以外もですね、ベースの会心率っていうのは、まあ、上がっているので、まあクリティカル自体は全体的に出やすくなってるんじゃないかなと思います。で、会心攻撃が発生した場合は自身がそのダメージの 100% の HP を回復できるんで、まあ回復っていうところもすぐにできるっていうところで優秀ですね。全ての攻撃を4ターンの間自身を、味方6、4ターンの間味方6名を霊王聖護にさせる。で、この霊王聖護っていうのは知力値の 2.5 倍分の筋力ダメージをカットと。
で燃焼タイヤクちょっとややこしいんですけど、毎ターン燃焼状態が付与された時の、まあ、このスキル1で、まあ、一発で出したダメージですねの 50% の HP が減っていくと、まあ、なので、この中には、まあ、言うたら 350% の放出ダメージと筋力値、圧力値の5倍分のダメージの、まあ、合算が載っているというふうな感じになります。で自身が有益状態あるいは生後状態ではない場合、減少量が倍になる。これ敵の話ですね。燃焼付与された相手が、まあ、バフとか生後状態ではないと、もうスキルで入れたダメージの分だけ、ダメージが入るというふうなものになります。まあ、毒やけどと重ねがけ可能で、残りターン数が3ターン以上の場合は命中された時、追加で燃焼状態が付与されたスキルダメージの 50% の HP が減少で、有益状態あるいは生後状態が1つ解除され、燃焼の罪悪のターン数がマイナス1されると。でまあこのキャラクター自体はですね、4ターンの間燃焼罪悪を付与できるようなものになっているんで、4ターンか、これまで3ターンだったと思うんですけど、4ターンというところで2回ですね、まあ、有益状態あるいは生後状態を解除するチャンスがあるっていうところで、単純にですね、まあ、仮に、生後状態とかかかってないキャラクターの場合はですね、4ターン燃焼状態にできると、まあ、スキルダメージの 400% 分のダメージが入りますので、まあ、非常に強力かなというのが分かってもらえるかと思います。で、まあ、ちょっとこの燃焼と封印のダメージも全部入れるとですね、ものすごい火力になるんですけど、まあ、このスキルのダメージだけで言うと、最低が7000と7000%と知力値の100倍で、そこから後半4つですねダメージ倍になると、9800%と知力値の150倍で、そこから後半の4名攻撃にクリティカルも乗ると16520%と知力値の246倍になるかと思います。強みとしてはまずですね、もう火力ぶっ壊れてますね。まあ、燃焼とか封印の分も入れるともうとんでもないことになるかなというふうに思います。で追加攻撃の後と、まあ、少しタイミングとしては遅い部分は、まあ、最初の6回集中攻撃の段階から入れてほしかったところではあるんですけど、まあ、追加攻撃の後ですね、燃焼罪悪と封印罪悪を、まあ、どっちも2つも付与できるっていうのが非常に強力なポイントかと思います。で知力値で勝っているとですね、クリティカル出していくことできるんですけど、まあ、ベースとして 40% クリティカル率上がっているような状態なので、まあしっかりですね、前半の6回攻撃でもクリティカルのダメージっていうのは出していけるのかなと思います。でさらに、まあ、あの反射とかでやられてしまうっていう可能性もなきにしもあらずなんですけど、クリティカル出ると、即時にですね 100% HP 回復できるので、非常に強力かと思います。まあ、弱みとしては、まあ、封印の部分に関してはですね、どうしても付与できる確率っていうのは低いかと思います。このキャラクター状態上対してついてるんですけど、まあ、それとは関係なくもう 20% 40% とかそういうレベルであればですね、付与することは難しいかと思うので、まあ、4名のうち2名に、封印を付与できたらまあいいかなというふうな感じかと思います。まあ、燃焼キャラクターと事前に組んでおいてですね、敵をまあ全員、まあ、4名以上ですね、燃焼状態にしている状態であれば、封印の確率も 100% になるので、まあ、基本的にはそこまでやると封印もしっかり付与できるようなキャラクターになると思うので、まあ、組んでおくと安心かなとは思います。続いてスキル2の性能になります。残り HP パーセンテージが最も低い敵を7回攻撃、まあ、こっちは集中攻撃ではないのでハンニバルとかには引き寄せられます。毎回 800% の放出ダメージと知力値の10倍の、ダメージが加算される。毎回攻撃前敵が燃焼状態ではない場合、ダメージが倍になる。ここからちょっとややこしいですね。敵が燃焼状態の場合ですね、ダメージが倍になる。燃焼状態ではない場合 100% の確率で敵の有益状態と生後状態をそれぞれ1つ解除で、敵が封印状態の場合は必ず会心攻撃、敵が封印状態ではない場合はさらに自身最大攻撃力の 120% のダメージ。でこれ最大攻撃力の、ダメージなのでめちゃめちゃ強力な、攻撃力無視のダメージとなっております。自身の残り HP が 50% より低い場合、そのダメージの 100% の HP を回復なんで、まあ、こちらもですね HP 減ってくると自動的に回復できるのでめちゃめちゃ強力かと思います。で全ての攻撃を4ターンの間味方6名を霊光生後状態にさせると。でこの霊光生後というのは知力値の2倍分の筋力ダメージをカットするようなものになっています。ダメージとしてはですね、まあ、7回攻撃というところで 5600% と知力値の70倍、これは最低出るんですけど、まあ、ここから、まあ、ちょっとややこしいですけど、燃焼状態かつですね、封印状態ではない場合っていうのがダメージ倍と、
最大攻撃力の 120% のダメージが入るんですけど、クリティカルが出るよりはですね、最大攻撃力 120% のダメージ出た方が強いかと思うので、まあ、ダメージ倍と、攻撃力ダメージ入ったとすると 11200% と知力値の140倍、最大攻撃力の 1680% のダメージとなります。まあ、育成具合によってはですね、クリティカルの 2.2 倍ですねが出た方が強い場合もあるとは思うんですけど、まあ、こちらの方が強いんじゃないかと思います。強みとしてはですね、ややこしいんですが、燃焼であればダメージ倍、なければバフ、生後1つずつ解除、封印であればクリティカル、なければ最大攻撃力のダメージ、まあ、なんで一番ダメージは出るのは燃焼ありかつ封印なしのパターンかなというふうに思うので、スキル1ですね、実は封印出しにくいって話あったと思うんですけど、まあ、スキル1の性能を考えるとダメージを出すっていう観点においてはですね、理にかなってるんじゃないかなというふうに思いました。まあ反射状態で燃焼と封印1回かかると解除できないっていうところがあったと思うので、まあそこを考えると、もしかするとダメージ倍とクリティカル、こっちが出やすくはなるかなというふうには思うんですけど、まあ燃焼であればダメージ倍っていうところと、まあ封印、まあどっちでもいいですけど、クリティカルか最大攻撃力ダメージが出るっていうのは非常に強力です。まあ弱みとしては、まあちょっとこれやるとやりすぎかもしれないですけど、クリティカルと最大攻撃力ダメージですね、まあここに関しては両立してくれるとですね、まあ非常に嬉しかったかなと思います。まあちょっとここの両立はなかなか、これ封印状態の時クリティカル率上がる以外はですね、クリティカル率が上がるというか、クリティカル出る以外はクリティカル補正特にないので、まあ祝福とかそういったバフであったり成功状態と組んでいく必要は出てくるのかなと思います。続いてパッシブです。攻撃力 58% 命中値レベル ×380、 HP 58% 状態状態性無視 65% で、筋力値の2倍、知力値の2倍分の筋力ダメージをカット、で出陣時10ターン間、反射状態、ダメージ 50% カットで、反射状態の場合は、燃焼と封印の状態が解除されない、自身が致命傷を受けた時反射の1ターンを消費して致命ダメージ無視、自身の異常状態は全て解除、総ダメージの 30% の HP を回復、で異常状態の敵が1名多いと HP 回復が 10% 増加、最大 30% 増加可能で、燃焼あるいは封印状態の敵が、場内にいる場合一旦の間自身が攻撃状態に入る、で回心攻撃される確率が 15% 増えて回心ダメージを無視、このスキルは4回まで発動可能で、砲術回心ダメージが 70% 増加で、防御貫通がレベル ×15、 知力値の3倍分攻撃力ダメージをカットで、武器がですね、砲術防御貫通1100、攻撃力 21%、 体力値レベル ×280、UR 戦武器が砲術防御貫通1000、攻撃力 19%、 体力値レベル ×260 となります。まあ、強みとしてはパッシブは正直ですね、パッシブさんが超強力っていうところがメインかなと思います。でそこからですね、状態状態性無視 65% ついているので、スキル1で、敵を燃焼とか封印にしやすいっていうところはあります。でクリティカルスキル1、スキル2ともに出やすいところがありますんで、砲術開始 70% ついているっていうのは優秀です。で弱みとしてはですね、まあパッシブさんしか、まあ、耐久性能をカバーしているところがないというところで、まあ、ダメージ 50% カットだけだとですね、まあ、どうしても、まあ、武将でも一緒ですわ、正直武将でもダメージ 50% カットだけだときついというところはありますんで、まあこの防止だとなおさらですね、まあ、防御関係っていうのは弱いので、クリティカル以外の攻撃が来るとすぐにやられちゃう、まあ、ただすぐにやられるといってもですね、4回中止ダメージ無視ができるので、その辺のキャラクターよりは全然ですね、強力かなというふうに思います。最後にまとめです。戦役とボスに関してはですね、命中値が高いというところもありますし、自身でですね、火力の増強、敵を罪悪状態にすることでスキル2であれば、まあ戦役とかボスであればダメージ倍にしてクリティカル出す方が優秀かなというふうに思いますので、自身で火力増強も、まあ、バフなくてもできるというところが非常に強力かと思います。闘技場に関してはですね、めちゃめちゃもう使えるキャラクターだと思っていて、復活といい、クリティカル無効といい、まあ、ぶっ壊れ火力が飛んでくるところといい、もう火の打ちどころが正直ですね、通常攻撃の耐久性以外特にないかなというふうに思っています。まあ、生後状態とかもないので、まあ、そこに関してはですね、他のキャラクターでケアしていく必要はあるかと思います。後ろに関してはですね、回復できて、なおかつ火力ですね、スキル1の火力かなりぶっ飛んでおりますので、城でも十分
使っていけるキャラクターかなと思います。防衛に関しても、致死ダメージ無視4回できるので非常に強力です。強みとしては、最近はですね、クリティカルで火力を底上げする前提のキャラクターっていうのも多くですね、なおかつ、そういったバフキャラも多数いるんですよね。正直超光明とか祝福ですね、ああいったバフとか生後状態ってクリティカル率 50% 上げて、クリティカル出せないキャラクターでもそういった、バフキャラを使ってですね、クリティカルを上げていくようなキャラクターもいる中で、クリティカル無効っていうのはですね、正直今の環境時代に沿ったキャラクターかなと思います。火力性能も、申し分ないと思いますんで、どこでもですね、正直活躍することは可能なキャラクターかと思います。弱みとしては、通常の耐久性能はないに等しいっていうのが正直なところなので、抗議状態ではない時にはですね、一気にやられてしまう可能性っていうのはあります。そういった意味ではタワラトータとかであれば、どんな攻撃が来ても5回耐えることが、できるっていうところで強いかと思うんですけど、このキャラクターはですね、4回耐えることはできるんですけど、さらにですね、普通常の攻撃であれば一瞬で落ちてしまう可能性があるっていうところはちょっと残念なポイントかと思います。ただ、やっぱクリティカルもその中の攻撃の中で出てくるとは思うので、このキャラクターはですね、非常に耐久性は自体は高いんじゃないかなというふうには感じております。まとめとしては、防止の中では攻守ともに、ぶっ壊れですね。防止1名選ぶなら、もう圧倒的にこの利子ですね、選びます。で、ただですね、最優先で取るべきキャラクターかと言われると、個人的にはですね、そうではないかなというふうには思いました。やっぱり防止っていうところもありますし、ベースの耐久性能も、そこまで高いものではない、クリティカルに対する防御性能が、高いだけといえば、だけになってしまうっていうところはありますんで、このキャラクターを最優先で取るべきかと言われると、私ならもうルドレッドとかあの辺の方が、優先はするかなというふうには思います。やっぱり防止っていうだけで、若干ですね、逆風は吹いてしまうところはありますので、メインの一体にするかと言われると、私はしないかなというふうには思いましたね。これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。